ちょっと今回はレオノーラ、やっていきますね。落ちちゃう。あ、本当っすか？全然いいっすよ。全然 OK っす。あ、早速さ、レオノーラ来てくれましたね。ただ暗黒なんで、ちょっとアンチヒーリングが怖いんですが、まあ、とりあえず、まあ、フォイムント置いて、かっつりレオノーラ置いて、で、なるべく HP は高く持っておきたいっすよね。エアタッカーいるかな？いらないかな？A アタッカーいるかいないか問題があるんですけど、まあ、程よいタイミングでミニエラ使っちゃって、HP 戻したいですよね。ロスカさんこんばんは。いつも、おっと、相手仕打ちか。さあ、相手仕打ちしてきた。これね、レオノーラのいいところって、やっぱコンボスキル2倍までいくんですよね。まあ、ジリアンはジリアンで強いんですけど、そこがいいんだよな。まあ、ジリアン強いときはやっぱ捕食量が 50% ですよね。ロスカさんこんばんは。クーさんもこんばんは。いつも、本日はレオノーラを編成した暗黒デッキ使ってます。ジリアン 1.7 倍かけながら 50% 捕食するんで、相当頭やばいですよね。おっと、さあ、相手ここで、チャージマックス、いかつ、待って。意外とこれやべえか？早くもちょっと激輪が置けてないんで、さ、まずいんですよね。ミニエラ次使いたいかな。ロックで B ゴマ出したくないんで、これエルケス取っておきましょうか。これ意外とエルケスって、テラガイよりもアタック低いらしいんで。これ次ミニエラ使っちゃおうかな。さあ相手カードある使っていく。やっぱ激輪を受けてないとあれですね。ちょっと毒ダメージも普通にきついですね。ちょっとアンチヒール来ると、回復できなくなっちゃうんで、ここは一旦ミニエラで、HP を戻していく。さあこれ絶好調になりまして、さあ HP がほぼ満タンほぼ満タンっていうね。さあさあさあ、相手 S ゴマ2枚使ってこの削りでしたが、こちらはね、 S ゴマ1枚で事なきを得ていくと。さあでそこに来た。どうしよっかな。盤面ね、これ積んじゃいますからね、下手すると。まあここに打っときましょうか。相手が C の5に打つとなると、まあ、こちらのレオノーラのコンボスキル通りますからね。ただ相手はここで、D の1で、やからの子、おっと、貫通使いましょうか。貫通使ってもいいですけど。ニカテワラさん、こんばんは。いつもアナウンス。どうしよっかな。これ意外とこれで大丈夫かな。まあ、マフェリのコンボは気にしなくて OK で、これで貫通しつつ、ここに打つことによって相手が C の1に打てなくするようにします。これ素で A の3に行っちゃうと相手 C の1に打てるんですけど、一回ここに行くことによって大丈夫なんで。さあここで仮にロックじゃなくて手駒、一番下の B 駒が来ても大丈夫な状態ですが、さあここでエルケスがリリースと。ここ激輪置きたかったっすね、本当は。ロンレイとか置きたかったんですけど、まあ、こんな感じになりまして。ロイさんこんばんは。ユウさんこんばんは。渋自分さんこんばんは。いつもアナウンス。ユウさんは昨日は、シズマ5連敗ですか。なるほどですね、5連敗か。まあでもね、皆さん強いですからね。さあその、吸収は問題ないと。さあダブコンですけどどうかな。ランタイか。ランタイいいけどな。でもね、ちょっとあれなんで。そうですね、どうしよっかな。やっぱアンチヒールがめんどくさいから、ここでもうサクッと使っとくか。まあ相手これ A の2で詰められちゃうんですけど、さすがにこのトリプル動線じゃなくて、ダブコンの246枚返しは相手感化できないと思うんで、まあ A の2に来ても多分ロンレイでも飛ばせるかな。さすがにここまで来ればアンチヒールも遅いと思うんで、ちょっとアタッカーいないですけど、やっぱこれ HP 高く持っておくことが大事ですね。さあ相手そこに来た。
さあリンド来ましたけど 1.3倍 1.2倍、アタックはロンレイの方が高いけど、まあこっちにしとくか。オッケー、リンドでさ2万捕食するのなかなかっすよ。なかなかないんで。さあ一応こっちもランタン引けてるのでかいが、相手も5ターンはねデバフかかりますからね。5000の特殊ダメージプラス 15%、 5ターンデバフなんで殴り系はちょっと辛いっすよね。初手カード来た、今日も元気だな。ヒップノス、トゥールラ、フェイルノート、なんだろう、バホメットかウィブサニアか、なんか強いキャラクター。あ、それ入ってる。しかもそっち先打つの。あー、まあ一応毒だから激凛が強くなる前にっていう感じっすかね。なんか次の B の3とかにおいてマンドラのコンボスキル狙っちゃった方がめんどくさそうではありましたが、先にそっち消化してきたか。長い試合を見据えてますかね。ヒプノス置いちゃうとやっぱ5ターン6ターンで、あ、5ターン目6ターン目ぐらいでデバフ終わっちゃうんで。でもヒプ置かれて次 B3 にマンドラの方がきつそうだったけどな。どうでしたかね。あ、回復リベンジのキャラクターが欲しいと。なるほどね。いや、ブラジェも結構毒めんどくさいぞ。ミニエラ来た。マンドラなんだかんだ進化も強いしな。カップ戦でたまに見るんですよね。だカップ戦みたいな、なんかね、低 HP の、まあ、最近低 HP じゃないですけど、前まで低 HP だった時にマンドラ普通に強いっていうね。まあ、なんならあのアズリエルでも強いんで、さあここのタイミングで、ヒュプっていく。こっからでも5ターンだからな、ほぼ試合決まりますよね。あ、コンボスキルもこれ狙ってんのかな、このヒップって。そういうことか。いかちいな。さあ、こちらもレオノーラぶっぱして、さあ、デバフとバフの掛け合い。どうなる？うわ、さらにデバフ。これマジで。バフとデバフが争っとるわ。さて、ここでキリア来まして、なんかさ、こう自分のさ、ここのあの、なんだろう、HP バーのすぐ上のなんかアイコンがすごくあるっていうね。自分の HP バー直上のさ、アイコンありすぎなんだよな、これ。いや、これは激しすぎる攻防ですわ。さあ、いい感じにホーリー入っている。ただ、それはコンボスキル2倍の、レオノーラパイセン待ってますよ。MMM さんこんばんは、いつもアナウンス。あ、スティーリア、そうっすね。スティーリア持ってたらこの方入れてましたかね。まあ、全員が全員ね、あの、しっかりとキャラクター持ってるっていうわけではないんで、僕もね、持ってないキャラクターいっぱいいますからね。まあ、ここはさすがに使いますわ。さあ、デバフかかってますけど、どうだ？さすがに2倍いくんで全開かな。いや、頭おかしすぎ。頭おかしすぎ。今までのターン何だったんだよ、これ。リセットボタン押されましたね。さあ、ダブコンは来ますけど、さすがにね。まあ、全然、A ゴマ同士なんで。みんな、まあまあ痛いわ。まあまあ痛い。トネルム来た。さあ、じゃあこっちもバフマックスいきますか。どこ打つのこれ。まあ、これでいいですかね。だからちょっとコンボなくなっちゃうんですよね。まあ、なくなりはしないか。どっかしらはあるか。ただ、こっちのコンボ使うと相手のコンボも使えちゃうんで、そこ注意っすね。ロックはまあ、釣られないですね。さあ、これ出るのはエルケス。そうですね。あとは、あの、神のお告げを待つだけっすわ。で、ようやくヒプノスのデバフ終わりまして、長かったな。長かったわ。
あと S ゴマは、うん、まあフェイルノートですよね。いや、フェイルノートは本当時代変えましたよね。マジで。マジで時代変えましたわ。こやつは。まあ冷静に打っとくか。なるほど、数々だったら切断してると。まあまあまあ、それも全然ありっすね。特に禁止されてる事項じゃないんで。それはシェンメイ切っても飛ば、さすがに飛ばせるか。まあでも貫通あるんで、これ飛ばせんのかな。ちょっと計算しましょうか。アタックエグ、シェンメイの 1.44 の 1.8 の 2.5 の 50% でしょ。これ飛ばせんのかよ。イカチーナ実質貫通やん。よいしょ、実質貫通きた。すご、気合入りまくってるんですけど、ただ若干事故ってるってね。さあ参りました、スタンプ打ってきましたけど、本当ですかそれ。本当だったらいいんですけど、これどうしよっかな。でも何を置こうかな。レオノーラ、さすがにマデッキ系なんでトネルミ優先します。ユウさん、初夢のティポン。ティポンは出る可能性ありますけど、黄金ベルーガ微妙ですね。黄金ベルーガは結構運営さん渋ってるんで、出すの。銀太郎さん、こんばんは。いつもアナウンス。なぎささんの動画見て、ある時、あ、ほんと、12連勝ですか？それすごくない？12連勝さすがにいかつすぎ。結構あれですかね、アルドいい感じですかね。自分も久しぶりに使ってみたんですけど、まあ、確かにね、コンボスキルバンバン作れるんで、そこでかいっすよね。まあさすがにこっち優先するか。まあ呪いもカットできますからね。レオノーラ採用されて嬉しくて。なるほどっすね、そういうことか。さあ X 来るとめんどくさいんじゃが、どうだ。さあビーゴンは消化できましたけど、こっからっすね。あー、アルカードめんどくさすぎ。痛え、ちょ待って、暗いすぎ。おしんしん来た。これレオノーラでいいっすね。ちょっと HP 減っちゃってるんで、ここでもしかしたらアンチヒール相手使ってくる説ありますね。フリタークさんは初夢のかけらでエイプリル、なるほど。ラファーが欲しいと。どんな感じだったかな、ラファエル。エイプリル・ラファエル、どんな感じですかね。やべ、 HP がまずい。ランタ来た。引き強え。引きだけは強いけど、どうだこれ。むしろここまで来たらワンパンできるかな。1.2 の 1.8 の 2.5 でしょ、割る 1.2。 あー、これシェンメイ飛ばせますね、1枚返しで。ただロック来るとまあアウトなんで。皇帝エンペラさん、こんばんは。初夢であれですか、マフェリですか。でもそれもったいなくないですか、逆に初夢でマフェリって。マフェリはちょっと時間はかかるんですけど、誰でもゲットできるんで。 OK、 ここで出るのミニエラなんだよな。ミニエラ、これオーラよりも低いのでかいっすよね。 S ゴマですけど。匿名さん、そのレオノーラ性能をよく見ずに困る。あ、マジっすか、こいつ強いっすよ。もともとジリアンっていうぶっ壊れがいたんですけど、ちょっとそれ同デッキ制限かかっちゃったんで、トネルムと。まあか、あとはレオノーラでもいいですし、王もいるんで、まあそっちでも全然いいですね。サバさん、こんばんは。ユウさん、最近アザゼル好きすぎて、アザゼルリーダー、マジですか。アザゼルってフィニッシャーの方ですよね。実は進化10日あって、もう片方は罠なんですけど、